おじアナウンサーさん、うん、にさ、なんか、あの、マネちゃんと配信するみたいな、うん、あ、本当ですかみたいな言われたもん。一回なんちゃんとカラオケ配信するって言ったり、うん、いや、一人じゃないと無理ですみたいな、うん、あ、コロナ、そう、コロナ、コロナって言われて、ちょっと待ってよ、なんちゃんそう、喋っていいよ、で、まあ、新谷さんがいいならみたいな感じだった、ツイッターも新谷さんがいいな、そう、全然もちろん事務所入ってないんだね。そうって感じ。フリー。フリーだから。そうそうそう。フリーで活動してるみたいな。それ。あ、ちはちゃん。そう、これ写真集ね。ね。ちはちゃんがなんか寝よる。フリーかっけえわ。だってさ、フリーなんで。だから全然フリーで活躍中、そうなんですよ。じゃあ最後らへんにじゃあ登場してなんで最後らへんなの、全然いい、登場してちょっとこんばんは、はい、ってなんで恥ずかしい恥ずかしい、そうなんですよ。今日はねミラーボールがすごいですよ、のんちゃんが家に来てます、初のんちゃん、あ、タワーが来たのんちゃん、のんちゃんの効果、のんちゃんにじゃあもう感謝して、感謝してって言われた、待って無理、感謝してって言われた、待って感謝してって言われた、ももさん、ももまるさん、これはのんちゃんがもう帰ってあげて、のんちゃんタワーじゃん、のんちゃんタワー、のんちゃん書きますこれ、ね、ちょっともうなんか私じゃない気がした、これは絶対そうよ、のんちゃん絶対そこはさそこはさ、なんかさ、いや違うはなたんやとか言ってくれてもいいの、え、絶対そうよ、絶対そうでしょ、変わってない、変わってないよ、うん、変わった、何が、のんちゃん変わった、え、もう顔は変わった、なんか嘘、雰囲気は変わったよ、マジか、うん、いや、いいけ、鏡見んで、鏡見んでいいけ、マジか、鏡見やるよ、綺麗になったでしょ、でもちょっといや自分で正直ね、いや、うん、めっちゃ綺麗、なんか大人っぽくなった、そう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 、でもなんか身長とかは変わった、ま、変わってない、変わってないよね、やっぱりね、雰囲気でちょっと雰囲気が勝負していこう、勝負らしいです、声は一緒、そう、声は一緒声は一緒、うん、ちょっと待ってね、全然声変わりして、声変わりしてない、うん、あるね、のたんち初めて来た、そう、招き入れました、そうね、あれ、なんかカラオケ配信みたいに言っとったんですけどお家でなんかご飯食べようみたいな話してたけど普通にコンビニで買ったよね、ちょっとコロナ怖いけどね、コロナ怖い、コロナ怖いけどね、のんちゃんです、新谷のおかちゃんです、めっちゃギャルになってるとか来てるよ、なギャルになってないよね、なっとる、なってないよ、すごい金髪、やだ、つけばバッサバサ、びっくりするでしょ、そんな動画マジで、変わってないよ、かわいい、うん、なんちゃん、なんちゃんって言ってるなんちゃん、めっちゃ久しぶりよ、ほんまに30人ちょっとあったよね、でも、うん、会うのは、うん、ギャルになったら泣くだってショールームとかマジで半年ぶり、半年ぶり、うん、そんなの経ってないわ、誰さん、もうもう、ひらがなでもも、うん、丸、ももさん、自由に書いていいよめっちゃ面白い、そうよ、のんちゃん、ももさん、これほのたんのファンの方、二人に、だって二人に来てきました、ほののか、ほの、あ、ほののかじゃん懐かしい、そんなんもあったり、そんな、え、そんな感じ、ちょっといきなりそんなんも、そんなんって言われた、タワーありがとう、のんちゃんのサイン書いとくね、うん、のんちゃんさ、え、あれから書いてない、うん、書いてない、へぇ、
オッケー。ももさんありがとうございます。はい。待って待って、ちょっとウケるんだけど。はい、マジで久しぶりのサイン。ね、サイン久しぶり。うん、ほのなんて言ったら怒られるし。そんな時もあったね。そんな時もっていう。ほら、はい、どうぞ。懐かしい。なんちゃう、わー、サイン懐かしい。こういうサインの人おらんよ、2期生に。こんなね、シンプルな、ね、え、なんか、なんち、ちんみたいな、なんち、嫌だ、なんか。どういうことか、かわいい、かわいい。そう、こんな感じです。全部過去、それな、全部過去みたいな。これ、スクショかな。オッケー、はい、よし。今ね、コンビニの買ったし、担々麺、それ、うん、担々麺食べてます。見える？レアだ。いや、レアよ。こんばんは、こんばんは。すごい、みんな待ちわびてくれとるよ。待ちわびてくれる。ほら、のんちゃんのコメント時間ない。やった、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 かっさらって言った。みんなコメントしてよ。やったね。ちょっとコメントしかない、ちょっと悲しいじゃん。ける。今日は許してるでいいですよ、今日は。いや、そうよ。まあね、ほのたんのファンの方にもお世話になっとったけど。お世話になっとったけど。うん。ほんまに久しぶりじゃ。久しぶりね。うん。秋おめえだって。のんちゃん帰ってくるのだって。帰ってこないよ。帰ってこないよ。悲しい悲しい。帰ってこないよ。すごい、うんちゃんのファンの人もおるよ。おる、わ、うん、かる、うん、勉強は順調ですか。うん、今は、うん、現状話すと、あ、うん、STU 辞めて、うん、今はあのいい大学、うん、頭のいい大学に行けるように、うん、今勉強頑張ってます。いいですね、もう本当に。でもすごい、自分クラスで1位なんよ。今でランキング、ちょっとそれ、え、それ何、かわいいランキングとそれも兼ねての頭もいいみたいな。頭いいみたいな。すごいね。そうなんや、すごいね。うん、今ね、いいじゃんこれ。そうそうそう、偉い。現状話すと、まあそんな感じかな。それ嬉しいよ、だってやめてさ、うん、勉強頑張るって。そうそうそう、やめて何もないわけじゃない、うん、やめて、ちゃんと1位取ったらしい、うん、すごいって言ってる、すごいすごい、すごい。そう、まあみんなに言ったんでね、勉強頑張るって。すごいよ。頑張ってって、有言実行だって。コタくん元気ですか。元気よ、変わらず。すごいね、ほんまに1位なんじゃ。うん、そんな感じかな今は。で、成長感じる。うん、なんか知れて嬉しいよね、絶対。うん、そう思って、うん、絶対さ、気になっとったじゃん、気になっとったじゃん。そうね、まあ気になっとったと思うよね、やっぱり。だって絶対気になるじゃん、そんな、うん、何しとんかな、うん、みたいな。
メールとかないもんね今まで。うんうんうん。何の勉強、どういう勉強会ね。あれだった。総合総合的に。マジ？あのどんなレベル？5教科プラスあれみたいな。なんだっけ？何やるより 数学とか。うん。ちょっとフルーツ食べる。フルーツ食べよう。今多分冷えてる。フルーツパイ。出せる。うん。どう？ほのさんちの冷蔵庫はいいよ。どう？いいよ。何も入ってない。全然汚くないよ。お酒とかしか入ってないでしょ。うん。うん。な二度見せんでいいけ。うん。汚くなかった。でもあのここにフォークがある。うん、ちゃんとしとるじゃん。ちゃんとしとる。一人暮らし。ちゃんとね、エナジードリンクなんか飲んでますよ。うん、まだ好き？エナジードリンク、うん、毎日飲んでる、まだ全然。マジか、うん、いいね。フルーツパーティーっていうのがあります、うん、フルーツそこのあなんだっけスーパーか、スーパーでこれやばいかな。このさ全部食べれるよね。食べれるんかね。だからいいよ食べて。蓋捨てて。あ、もしかしたら食べれんかもしれんけど持ち帰るためにとか。そうだ、見てください、早く食べれけ。スクショ。フルーツはいいけどね。あるよね、フルーツいいよね、ビタミンいっぱいある。そうフルーツとシーナさんタンメンと、あ、ここにフルーツある、うん、リンゴね。私が切った。どう？切りいい感じよ。ほんまにいい感じよ。いい感じ、うん、いい感じ。できるんだよ、できるよね。フルーツ、リンゴ切ったりとかぐらいかな、うん、料理。え、自炊する？せんのよ。ねえ、見るからにそうだよ。ちょっと見るからに使ってなさそうな感じが漂ってる。自炊しとったらあんなさ、うん、鍋のとこに紙とか置いてないよね。いろいろなんかいろいろ綺麗な、なんかまだ一回も使ったことないような。そうそうそう、もうちょっと年季入ってほしかったけどね。めっちゃ言われるんですけど。結構いいの。自炊するんかな、銭湯自炊。銭湯系ね、うん、やっぱり何を作れた方がいいかね。オムライスマジか、とかカレーとか、うん、ちゃんと、うん、あれちゃんとした料理作れるようにならんと。はい、ダメよ。わかりました。そうだね、元気よ。のんちゃんはさっき料理するのだって。振るよ。食べていい？いいよ。大丈夫？いいよ。落としちゃう。大丈夫。でもほのたんちマジね、普通に可愛い。普通に可愛い？うん。もっとめっちゃやばいと思った。うん。ほんまにさ狭いって言うけど。ねえねえ、どんくらい狭い小屋みたいな。たぶん、そんなお金持った。ほんまに。寒いって。そんなさ、コタくん。コタくん。コタくんがさ、の小屋を毎日見といてってさ、私の家小屋だと、まあ、小屋だと思って来た家なのに、小屋よ、これは。だって 寒いし狭いっていう気がする。いや、もうさ、どんなところが人住んだんだろうって思った。ほんまに。じゃ、本当に予想以上だった。マジか。うん。銀行食べたかったわけですね。
こっちは食べてくれよ。コロナかい。コロナかいもね。これフルーツパーティーうまいね。うまいよね。結構あるよね。うん、結構いろんな種類ある。いいよね。小屋暮らしの配信は見れんだって。まあ小屋じゃないっけ。ほんまに。そんなだったら STが心配になります。確かに。全然綺麗だったわ。うん。全然住みたいもん、普通にこういう感じの部屋。そう。狭、なんか、狭さもちょうどよくない？うん。広さも。すごいレビューしてくれる。孤独にならん程度の。そうそうそう。なんか、広すぎてもさ、うん、掃除大変だし、なんか孤独よね。うん、なんか寒いし。広いしね。うん。ちょうどいいね。うん。ベランダもあるね、これ。開けたらベランダ。マジ？ちょっと見ていい？広いとか言うの？いいよ、見ても。嬉しい。寒いけど。おー、待って。開けていい？全然いいよ。洗濯しよる？洗濯しよる。あのね、今はなんか、ファンの、うるさい。ファンの人さ、がさ、めっちゃいいね。外にさ、洗濯も干してなんかダメよって言われたんよ。なんで？下着とか見られる系じゃない？じゃけんちょっと中にする系干して。ほんまじゃん。どう？ほんまじゃん。ちゃんと家庭的じゃん。でしょ？あ、もう一個のカーテン閉めとって。そしたらあったかい系。家庭的。すごいね。家庭的よ。普通ここにこたつ置くもんな。いや、私じゃね、思ったよ。でもね。なんか、ショールーム しながらこたつ入りたいけさ、うん、ソファーの配置がこっち。そうや、危ないね。いや、なんか言われたもん、外はなんか危ないって。あー、絶対一人暮らしってわかるけ？そういうことか。うん、みんな心配してね。なんか優しいね。聞きたいこととかあったら勝手に言ってね、うん、そうそう、うわ、取ってしまう。言うなしたんだもん。友達できた？できた。ちゃんとできたよ。身長伸びてないよ。見た感じは。あ、ちょっと伸びたら150ぐらい。言うて。誰ぐらいだったっけ？ひなちゃんぐらい。あー、ひなちゃんぐらいか。ほのたんと久しぶりに話した。うん、めっちゃ話した。まだ話すけどね、今から、うん、120ぐらいのイメージだって。それちっちゃすぎるじゃん。絶対会ったことないじゃん。絶対に聞いたことない。絶対見たことないよ、ね、ちゃん。ほんまにもう、ほんまにウケる。
今日お話会楽しかった。うん、あの新年初、あそうな、今日新年初なお話会だったよ、うん、オンラインビケ明けおめって言ったいっぱい。確かに。いつもさ、のんちゃんツイートするときにさ、うん、ほののかってやるの忘れる。忘れんで、重要なこと、重要なことやね。だったよね。なんかお話し会はやっとったっけ、やっとないか。話し会なんかすごいよ、もうどんな時代なんか違う、全然違う。握手会と、まあ、握手会と違うよね。なんかそのある一部とかさ、あるあるある、その時間によって区切るみたいな。そうそうそう、 ST の握手会みたいな感じ。あのそういう感じね。なんか iPad を使って、うん、こうやってやってから、うん、もうほんまにビデオ通話みたいな、うん、なんか何年さんとかいいね。そうやって、うん、そうそう、じゃけあっちはどっからでもできるんよ、うん、あ家とかでもね。そう家でもできるし、もうほんまに仕事抜けてきてトイレとか、うん、もう外でもできるんよ全然なんか変なものとか多分映ってないかとか、うん、そういうのは多分やるんだと思う。いつでもどこでもみたいな。そうそうそう、それがまあいいよね。逆になんかそこに行けないみたいなのおったじゃん、うん、確かに確かに、ってうん、でもできるよみたいな。お話か、電車でも行きます。そうそう、電車とかの方もおる。確かになんかそう、なんか今さ聞く感じがすごいなんか、うん、貫禄がすごいじゃない。もっとアイドルの語りみたいな。いや、もっとアイドルですかね。もちろん、そうです、事実よ。うん、うん、話し会までやったことないな。うんね。下手なの。であれないあのフォークみたいな。えフォークあるって言ってたじゃん。ここ見たらある。割り箸しかないよ。あるよ。ある。なんか食器変わんの。いや食器はするね、下にある見て。使ってるやつはあっちとかに。ちゃんと綺麗じゃね。でもいやフォークあるよ。フォーク出してフォークない家みたいな。あるあるある、ほんまに。え、ここあるあるある。このこれと一緒のがこれしかない。あ、えマジあるある。ない、ここ2個しかないかも。待って、そこのこれ使っていいじゃん。あ、いいよ。わかるんですね、フォーク。そう、ちゃんとあったわ、フォーク。なんで自分だけフォークと思ったの。え、使ってそれを取ったかと思ったんよ。スプーンがいい人かと思ったんよ。いや、パッと見フォークなかったっけ。パッと見フォーク。もういい、そうです。だけコロナが落ち着いたら一緒にカラオケも行こうねっていうね、うん、話をしましたね。久しぶりに歌聴きたい。ほのちゃん、おー嬉しい。いつものんちゃんの名前を歌った。あれ以来歌ってない。でも今歌え、恥ずかしくて。どこで友達の前で歌え。そうだね。そうよね。あんね、思った。うちさ結局さ初詣行ってないよ。マジ初詣行ったよなと思い出したね。毎年2年くらい行ってん。2年間くらい。2年間あの同じ日にね。ね、行ったよね。だ毎年恒例だった。うん、おみくじ引いてないんだけど。引かんと。どうなるのやった。ST の歌は
歌っとる？でも新曲は聞いたよ。5枚目か。ああ、思い出せる恋をしよう。おお、え、なんかめっちゃなんかね知っとるんよ。じゃあ多分見てますよ、多分。多分見てくれとるんだと思う、うん、ああ、あのあれねみたいな言ってくるもん。モードのツイッター見とる。ええー、嬉しい。え、おもろい。うん、変わらずって感じ。あ、変わらず、うん、みんな。でも結構みんなツイッター始めたよね、のんちゃんがおっつあの辞めてから。マジで始めたくない？あのマイケルとかもだし。あ、そうなの？始めたんよ。マジか。そう、それは知らんの。うん、ほのさんのツイッターを思い出る。やけ知れるんか、うん、情報が。うん、うまっ。なんかマイク、うん、みーちゃんも始めとったもんね、ちょっと。まだ残っとるけど、ちょ見てね。まだ残っとる。まだ残っとる。見てね。何を見て。もう一人しても下手じゃん。ちょっと、いや、いいやつ。ごめん、人の家。え、全然いいけど、逆にこっちが大丈夫かな。これ食べるよ、でも。食べて、ぜひ。寒い。そこ寒い？なんか震えてないって。震えてないよ。震えてないよじゃない。ほんまに食べていいじゃん。オッケー、ありがとう。そう、まだあるらしい。え、なんかえ、なんか消せとか言われるのあれって。あ、そうなんじゃ。何も言われてない。残しますもん、消せも言われてない。あ、そうなんじゃ。さりげなんかある。じゃあなんか暴走しだしたらやばいじゃん、なっちゃ。え、暴走できるよね、でもやろうと思えば。あら、あらす。だめよ。え、なんか公式マークついてるっけ。ついてる。でもいつでも、いやでもいつでも荒らせる鍵はもう握っとる。ケイテくん、ほんまにやめて。いきなりさ、いきなりなっちゃうがさ、どう、おかしいじゃん。え、じゃあもうだけSC のメンバーのも見れるし、ハヌスも見ようと思えば見れる、ね、いつでもツイートもできるわけ。ツイートもできるよね。いや、そんな嬉しい。そう、なんだっけ、フリートとか8メートルフリートとかやってみてや。いきなり最後の。そうそうそう、いいねとかもね、全然押せる状況らしい。おもろ。うん、うん、そうそう、うん。確かにフリートなら大丈夫。フリートってあれ、うん、あれの丸いやつ。ほうほうほう。あれいいね、うん、あれめっちゃよくない？うん、あの24時間で消えるし、うん、なんかこう気軽にできる。確かに。うん、なんかいろいろ進化したよね、やめてから。ハヌちゃんがいろいろ。どれ？ツイッターとかさ。うんうんうん。なんかさ、なんか、なんだっけ、ボイスついてみたいな。マジ。確かに、なんかうちらが喋っとったりするじゃんか、ツイッターで、うん、なんか、そんなかいきなり会話に入ってみてや。おかしいよ、みんな混乱する。確かに。急にのんちゃん。うん。結構変わったね、アプリも、うん、時代は進化してる、時代は進化、進化。何がしたい次は。何がしたい、何をする。もうね、やめたけんね、うん、あんまり食事制限をしてない。え、いいね。でも別に太ってないよね。太ってない、え、全然太ってないよ、ね、うん、変わってないよ、変わってないね。いや、まあ裸を見たわけじゃないけど、僕だけど。いつ以来見てないっけ。え、待って、裸いつ以来って、お風呂入って、泊まる時上がった後一緒に鏡見たよね、自分。みんなみんなみんな。みんなみんな。のんちゃん、たまごっち元気だったよ。やったごめん。しれっと。期待に応えなくてごめん。美味しいって言っとった。マジ、これ、ずっと食べたくてからさ。初めて？うん、嘘。なんかそれにさ、ピスタチオあるよね。そうなん、うん、これめっちゃね、人気、今話題じゃない？ね、結構見るよ、SNS。ガトーショコラ。もう、
なんかカチコチ。いや、いいじゃん、それは。え、でも、そう思って、それが変わったこと？なんかもう好きな時間に好きなもの食べれるから。うん。それ、でかいよね、絶対。それめっちゃ甘いだって。もう甘い。なんか、まあ、そのまま凍らしたみたい。え、ガトーショコラ。うまいわ、濃厚。濃厚か。うん。武道館終わったら食べてね。食べる。いっぱい。てか武道館ね、うん、おめでとう。ありがとう、ここで。おめでとう、ありがとう。楽しんで。うん。なんか、あるってなったしね。うん。びっくりした、自分でも。え、武道館があるの、うん、決まって。うん、びっくりしたし、なんか武道館どこかは分からなかったよ、うん、なんかすごいのは分かるけど、うん、なんかえっみたいな感じ、うん、武道館どこみたいな感じ。そう、配信でもあるけんね。映ったらバンサーやるんかな。映りたくない。いや絶対、え、でも大丈夫でしょ。なんか男性映ったらダメみたいな感じじゃん。食べしょうがない。え、お姉ちゃんみたいなさ、映りよった？映ってなかった。いや全然いいよ。じゃあまあなんかこれで顔をこうやって隠してチラ見しよう。わかった。もうそんなね、簡単にはね、そんな簡単にはね、簡単にはね、うん、じゃあ一枚食べようと。全然いけると思う。マジ？アッシュ作るけど、あ、違う、それをちあちゃんの顔にしてみた。どうぞ。いいよ、ね、こんにちは。なっちゃん、どうだって、どう見えました？幻。でもか、あの、やめたときさ、うん、ショートだったじゃん。髪でも泣いてたよね。思った、ま、負ける長さよね、泣いて。そうなんや。かわいいかわいいかわいい、変わってない変わってないって。おー、よし、スクショしてもらおう、この一瞬。何、ね、鼻の中かわいいですよ、ほんとに。タワーがありがとうございます。多分もうこれは完全にののパンダだから、のんちゃん投げましたね。ありがとう。鼻の中、え、のんちゃん牡蠣持ってる、うち牡蠣持ってるし、牡蠣とのんちゃんのショット。ペスコシダさん、クマありがとう。クマクマ、じゃあ後で書いてもらおうね。あ、ごめん、ちょちょ、姉妹みたいになって、姉妹。でもさ、去年のさ1月3日にさ、ね、匂いよ。匂ったでしょ。でさ、親子に間違えられたよ。懐かしい。あ、うならないんだ。あ、来たよ、タコ、タコ、タコ来たよ、タコ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 、いやマジで。もう映った。もう映った。もう映ってる。なんか違和感ない。でも、あ、もうタコ、タコがすごい。タコめっちゃ綺麗ね。うん、タコ、タコ、タコってさ、なんて言うよ、タケ、タコ、ん、なんとかさん、タコよね。うん。私が代わりにこれ全員やったらどう？地獄です。いろんな、聞きました。こういうこと言うんですよ、この人。普通に、さっきから、もうなんか、私はアイドル、地獄絵図って。誰が地獄絵図？そう、バンされない。
のんちゃんに投げてるタコ、私が全部タコ、全部タコってやる。誰も求めてない。求めて、いろんな。もう求めて。のんちゃんのために投げてくれ、そんちゃんいけない。そうよね。のんちゃんのね。おもろい。そうですよ。なんていうの。うん、お腹いっちゃ楽しいよね。じゃあどう変わった？もう変わってない。ああ変わってない。嘘。変わってんだ。痩せた。おお痩せた？うん。体見た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 らしい。ねえ、え半年ぐらい会ってないの？よね。うん、でもなんか前髪の感じとか変わってなかった。え、ちょ変わってないな。今日はでもちょ不調な日だったけど、もうちょっとこう、うん、素敵な私を見せたから。万全の私。万全の私。まあでもよかった。うんうんうん、普通に変わってない。もう唯一のんちゃんだけが可愛いって言ってくれてた。うん、メンバーの中で、うん、おらん誰も言わない筋トレ清めと緊張してる。あのジム行くよ。マジジム行くよ。今がさ、うん、行けよる、行けよる。腹筋割れとる。腹筋割れとる。こっちから入れたら、チラッと力入れたら割れとるよ。見る？うん。どう何の笑い？なんかいやいやなんかこうとも言えるぐらいの、うん、こうやってたらこう出るよ、ちょっとお肉が、うん、こうじゃなくて立ってちょっと力入れたらね、体勢があるよ、うん、今はね、今は本当にもうサラッチみたいな、サラッチかでもなくかでもなくみたいな感じ。そうそう、全然ね、なんかなって言われたでもなんかツイッターはね見てくれてる。じゃあうちの活躍は見てる？活躍見てる、ちゃんと活躍してた。やった、活躍しとる。うん、うん、応援しとるけ。うんどんな感じ？イメージ？その客観的な人から見て。ほんとだ客観的に見て、でも普通にあの面白い子みたいな、うん面白い枠？面白い枠？面白い枠？うん。マジ？かな？嬉しい。ほの中というもう最強コンビがね、伝説じゃね。じゃあ。わりかし。わりかし。とカシオル君ね、お疲れって言ってくれたけど。応援しとってそれ。なんかカシオル君の時も LINE したね。うん、行ってきますって終わってる。うん。そうそう。でも寂しい？うん。いや、俺が寂しい、うん、やっぱり。なんかやっぱみんなでおる時とか、うん、なんかさレッスンとか休憩時間とかさ、うん、先生の話聞いようときもさ、うん、なんかずっと何言おうとか言っとったじゃん。つきまつきだね。つきまつきだじゃん。とかなんか。笑う人とかもおらんかったじゃん、うん、めっちゃ笑いよったじゃん、なんか、うん、わけもわからんかったとか、うん、なんかそういうのはなくなったじゃん、ちょっとまあ日常にちょっとなんか隙間みたいな、うん、なんかの歌詞かな、なんかの歌詞日常に隙間すごいな、すごいね、できたかなみたいな。そうそうそう、そうだね、心のなんか、あ、心のなんかぽっかり穴を、ぽっかり穴を開いた歌詞歌詞かな、歌詞かな、そう、ぽっかり、そう、のんちゃんのこと何の、あ、そう、なんかね、なんかさ、配信とか公演の時にさ、おるスタッフさんのさ、多分名前言ったら分かるけど、マイクの隣にさ、お菓子とか置いてあった、それ勝手に取り寄ったりさ、それをね、その話をね、配信だったよ。一回、なんかその人がね、取り取ったもしかして。いや、もう全然バレた。それで、その人がね、なんか、あ、
うちがもう、うちは言ってとるんよ、うん、なんか、ちゃん、なんかチョコもらいますって言って、うん、で、ありがとうございますってもらうんだけど、なんか、なんか前に、なんかその時にね、以前ね、勝手にもらって事後報告した時があって、うん、え、もらいました、ごめんなさいって言ったら、うん、いや大丈夫、のんちゃんはいつももらってから事後報告してあ、チョコもらいました、お疲れ様ですって帰っとったよっていうのを聞いてもう懐かしいと思ってそういうのもありましたね、バレとったか、そう、バレとって、あのバレてないって多分本人思ってるけど、あの俺知ってるからって言っとった、言っとった言っとった、うん、バレとる、バレとる、それでのんちゃんを思い出すよ最近に、めっちゃあーそれ聞いて、うわー、なんかエモいね、エモいし、なんかもうレッスンの時に一番思い出す、うん、てかなんかさ、あの東京とか行く時に新幹線とか、うん、だってめっちゃ意地でも本当に隣になろうとしたの、そうね、懐かしい、そういう人って今絶対あるわけもう今ね、絵がいいとかないけほんまにないよ、絵がいいとかマジでなんかホテルで一緒に、うん、なっとった時とかも思い出すよね、うん、もうなっとった時なったよね、なんか、うん、結構なっとったよ、うん、なんかなってなくても行っとったし、うん、一緒にご飯食べよってね、そうそうそう、新幹線ね、懐かしい、え、めっちゃ懐かしいし、なんかそういう人がさ、うん、他にもおるわけじゃないけどさ、唯一無二の存在だったから、そうそうそう、なんかそれがめっちゃ寂しさを感じる、うん、とかなんかなんか逆に今のんちゃんが、うん、あ、とかバスで移動するときとかも、あの大きいバスあるじゃん、バスで移動するときに、で隣にしようと思っちゃう、それ思い出す、うん、いや寂しいだろうなと思って私が、うん、確かに寂しがってさ、いやめっちゃそれは感じるね、もうなんか慣れるしかないじゃん、だって、うん、1ヶ月耐えましょうとかじゃないじゃん、うん、だってさ一生こうじゃん、今まではそうだったじゃん、なんでおった時はもう当たり前の日常がみたいなそれ歌詞かな、さっきから何当たり前の日常がなくなってしまってもうなんか僕の見える世界が変わったみたいな感じじゃん、だからうん、うん、そう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 なんよ、できる、それがあみたいな、もうやるしかないけどさ、もう寂しいなと思っとるけど、うん、もしおったら一緒におったんだろうな今みたいな時ある、あるよ、そうそうそう、二人組でとかさ、うん、時あるじゃないか、うん、ストレッチとか、うん、その時とかも思うかな、いやめっちゃ思う、それめっちゃ思ってきた、ガチか、なんかのんちゃんとさ、私はさなんかメンバーだけどなんか兄弟みたいな、うん、姉妹みたいな感じだったっけ、いい意味で年離れとったけみたいなね、あるよね、なんかいい意味で年離れとったけってで、なんか今ちょっとじゃなかった、うん、そう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 、そういうのもあったけ、まあまあまあ、だってさ、ほのどかおったらさ、そう、なんか江田島とか一緒に行ったり、江田島企画とか絶対あった、絶対あったじゃん、あー悲しいなんかおってほしいなって思う、なんかまあ会えるけど、でもまあまあね、寂しくなったらね、なんか勝手に家族みたいな感じだけどさ、うん、なんかこうちいつも思うよ、メンバーの ST の中におるときにさ、うん、なんか私ここにいて面白い状況とか思うよ、うん、なんか笑えるときの、うん、なんか面白くない状況なのにさ、うん、なんか笑っちゃうときあるでしょ、うん、なんか、うん、こんなとこになっちゃおっていいみたいなさ、うん、言うときあるとか、うん、場違いみたいな、うん、そういう場面になんかなって笑えてくるんよ、うん、そういうのとかも、うん、思い出しちゃう、そう思い出しちゃう、めっちゃそう今ね、なんか結構江田島に仕事とかあるんよ、江田島にみんなで行くとか、うん、そうそうそう、あのてき江田島いいね、そう、それで一緒に行っとったんだなって思ってなんか色が一緒って思うね、でずっとおったよね一緒に、なんか本当はなんかずっと一緒におってくれんかった、あー危ない、ちょっと下手なでさ、これが悪いよね、多分こんなのなんかタワー状がやばい、分かった、待って、ドーム状がいっぱいあるように見せつけたんじゃん、あ、そういうこと、クリッと罠にかかった、もう食べたくないみたいなもう食べませんみたいな、いいよ、拭いとく、拭いて、
ッケー、いいよ、ちょっとこぼしすぎだわ、大丈夫、こぼれてない、そうそう、なんか自分はちょっと追いかけとった感じ、ほら追いかけとったって、だってさ、なんかまあ、まひちゃんもそうだけどさ、うん、うち大股で歩くのが早いんよ、うん、なんかそう歩くの早いんよ、そうめっちゃ早いんよ、うん、のんちゃん隣でめっちゃ走ってなんかなんだったんだ、もう走って私歩いたのにのんちゃん走ったよ、小走りで、小走りこうやっていかあだって追いつかんじゃね、嘘かもしてくれんじゃん、合わせろ、うちが合わせる無理よ、なんか初詣の時とかさめっちゃさついてきよったよ、ね、後ろで、うん、もう必死だった、それで必死だった、ついていくことに、うん、いやもうやだもうだってもう日常のさ、うん、報告できんじゃん、うん、何にももうこれからおはようとかやばいね、なんかねねちょっとさねねねあさあのフルーツ食べたらマジ下手だお前全然いいけど全然いいけど大丈夫、もうこれは捨てた方がいい、ほんまに、うん、コロナだし、え大丈夫、ほんまに心配になる、いつもこうやってこぼしよん5回ぐらい一番しないこれだけしとくわ、あとこれもしとくわ、一応ほんまにあここじゃないか、ここ、あここだけこだわり強い、うん、大丈夫、いい匂い、そうこれね好き、おすすめそう、もうめっちゃねこの人こぼすんですよ、めっちゃ家でもこぼすけ、めっちゃ家でもこぼすさやかに怒られる、そうさやかになんて、なんでこぼす、そうさやか元気かな、さやかとひそかに LINE したっけマジ、うん、あ言っとったよ、なんか謎にほのたんから LINE 聞いた今年もありがとうってね、うんうんうん、挨拶しましたよ、うん、さやか懐かしいよって、えさやかもう人気じゃん、確かに、さやかはどんな感じ今、うん、今はなんか今は調べするのか多分もうしてないかも正直でも、うん、なんかは、うん、あの今まで STU のこととかで頭いっぱいだったじゃん、やっぱり、うんうんうん、その、そうそうそう、送り迎えとかあったし、なんかいろいろあったけ、うん、ありがとう、たぶんじゃあ、はい、ね、でもね今3本来てるんですけど、残念ながら嬉しいことになんですけど、3人とものんちゃんのファンなんでのんちゃん、たわちゃん、まず待って名前が分からんくなった、あ、ももじさんとれいたさん、うん、来てけ、のんちゃん帰って、絶対私のんちゃん帰って、私が見せるけ2人みたいな、なかった、うん、2人、うん、でそれでさやかはさやかは今、うんうん、あれ、その今家のなんか家具とかをいろいろ変えてたりしてる、今構造とかを構造とか変えたりして、それ楽しんでる今、うん、そう、そっちに今は趣味に時間を費やしてるって感じかな、うん、ね、なるほどね、趣味が充実、そう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 、いいね、あ、もう一人すいません、瀬戸内のゲイハーさんありがとうございます、じゃあのんちゃんのサイン書くわ、うん、大丈夫、いっぱい書いて、なんかうちじゃあまず5秒の間で少し時間ね、なんちゃんが書きました、サイン付き、すごいいい生活だって、なんかこれ何、これはコタコタコタもいるよ、ね、コタもいるよってね、さあレイタさんですね、はい、はい、ちょっと待ってね、確かに STU48 じゃない、 STU48 エモいな、もっとね、
エモい。エモエモエモ。エモエモ。なんかなかったっけ。なんかさ、なんかしてからさ出たいよね。何が？痛くない？あ、確かに。なんかさ、サングラスとかない？そうなの、今探してるよ。なんかね、カープのお面しかないよ。カープのお面はおもろい。サングラスあったはず。ね、もっと理想。きっと。あ、でもこの見えるサングラスしかない。え、見して。見えるっていうか、なんか。メガネ？ハッピーバースデー。え、すごい今日タワー立ててくださっとるよ、みんな。そう、嬉しいね。ありがとう。じゃあ、のんちゃんにじゃあ入った分はね。おぉ、言ったな。言ったな。言ったな。ちょっと待ってな。ないんだけど、待ってよ。でも本当にほのたんちは綺麗。何？綺麗、ほのたんち。ほんまに家具も一個一個可愛いよ。なんて？家具も一個一個可愛い。そう。なんかね、うん、なんかやっぱさ、一人暮らしする前は、うん、これ欲しい欲しいとか思うけど、やっぱ、うん、物なくても生きていける。マジ？余裕で。あとご飯とかなくても生きていける。あー、なんかなんとかいいな、一人暮らし。で、自炊とかさ、だって炊飯器ないもん、私の家。うん。え、炊飯器別にいらんくない？え、な、じゃあご飯どうしよう、米。ご飯食べん。食べんの？なんかめっちゃどうしても食べたいって、あのパックの。あー、うん、なるほどね。あ、まあそれで養っとんか。うん、でもあんま白ご飯は食べんかな。まあ食べんのんならね、あってもね、いいね、買ってもね。そうそうそう。はい、ありがとうございます。レイタさん、タバスクショして、じゃあこのコタも付き5、4、2、1。ちょっと光が飛んでます。こうか。なっちゃん映りたいね。映したり。なんかで隠す。そうなの、なんかで隠す。なんかいいのないかね。あ、このスリーボちっちゃくね。え、これはなんかそういうスリーボ。のんちゃんよ。のんちゃんよ、のんちゃん。のんちゃん来るためにニトリで購入しました。うん、かわいいこれ。うん、そうそうそう。あれしかない、なんか隠れんやつ。あ、こういうのしてしかない。誕生日のやつ、サングラスありそうなんだけどね。どっか行ったかも。何で隠す？なんかね、ちょっとリンゴ食べていい？あ、もう食べて、私が切ったリンゴ。美味しいリンゴだよ。ね、そこスーパーで買ったね。買いたて。買いたてです。うまい。うまい。なんかないかな。いた。この部屋なんな。え？あ、トイレ。それはクローゼットとか。あ、サヘアって感じね。で、クローゼット。間取り、間取り確認中。確認中？うん。え、すごい。クローゼットここにもあるね。ここ？そうそう。ここにコートとか入ってるよ。何読みよ。間取り。これかわいいね。どれ？これ。組み立て。今度じゃあ。これあるけど、これ見えるよね。見えない。
かけてみたい。これかけいいよ、これかけて出ていいよ。全然私のルームは何でも。これかけて出る意味だ。これじゃもう外せよ。感じない。それがね。でも別にさ、うん、NG じゃないけどいいんだけどね。なっちゃんがいいならいいって言っとったもんだって。久しぶりじゃん。これでもうこうやって隠すしかない。布か 100% え、かわいい。髪伸びたね。だって髪伸びた。え、かわいい。髪伸びた。あらあら、キラ。はい、いいよ。ありがとうございます。みんなかわいすぎて。だって確かにもうね、挟んでいいけど。いい？つけよう。めっちゃ可愛い。え、いいじゃん。ガチ可愛いって。私のこと言ってる？誰か。言ってないよ。ありがとうございます。言ってないよ。ありがとうございます。あ、でも確かに、うん、いろいろ変わったかな。何が変わった？前髪とか変わったかな。なんか今までさ、分けとってきっちり固めとったけど、今はパッツンみたいな。めっちゃかけとったよね、毛。ほんまに自分でもあの時はちょっとおかしかったか。おかしかった、うん、思うよそれ、うん。まあでもね、ケープ大丈夫ね。ケープは大事よ。鼻の中、え、鼻の中親子感ある親子親子かわいいよね、ほんまに。なんかすごいね、お役がある。え、鼻の中よ、これは。もうもうね、ほんまに今しか見れんよ。うん、もう産んだかもしれん。うん、ボロ、うん、森。いや、スクショ。え、鼻の中。涙が出ますって。うん、エモいね。いいね。え、ノーエマ聞きたい。歌えるでしょ、さすがに。歌えるけどね。歌えるちょっと、いや、もう歌えようとか言うくらい普通言うくらいって歌えるけどね。待って、あ、タコお願いだって。待って、ごなんかもうこんな、ごめんね、もうみんなもうこんなね、先輩が。そうだよ、すいません、本当に。歌えるんじゃ、あ、もうごめんね。私が書いていいもんなんかな。ニコライさん書いた？書いてない、まだ。もう私が書いたら絶対嫌よね、うん、どう？うん、私じゃないよね、うん、で、じゃあ、なおちゃん書いて一緒に見せよう。なんかすごいいいよ、全然。ちょっと書くからね。びっくり。見せた、見せたかな。見せた、はい、いいよ。私もこうやって隠すけど、まだ、はい、白飛びしたのかな、あれ。どうしようか。どうだい、ね、はい、どうですかね。隠す人逆になって、確かにほんまするよ。はい、いいですかね。もうなんかすごいオーラがすごい。で、で、ニコライさんとって書いてあって、なんていうの？とセミ、セミ、セミさん、知ってる？うん。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか。でもこんなガチ出ると思ってなかったんよ。何がガチ出てくれると思ってなかった。いきなりセミさんからめっちゃ文字太くなったちょっとインクなくなったかも、あっちの細いの。インクなくなった。パイナップル好きじゃないよ、あんまり。うん、マジか。で、多くない、うん、パイナップル。うん、なんかね、オレンジが好き。うん、
この書いてこれ。この方。分かった。多分。あ、じゃあ次のページに書いて連続で見せよう。分かった。わあ、もうのんちゃん書いて、もうごめん、ありがとう。もうすごい書いてたわ。そうよ、もうこれ何人何人私何人私兄からさ、そうよ、こんなないっけね、普段ね、もうほんまに貴重、ねじゃないね、ほんま貴重やけ、マネージャーみたい、自分確かに、え、いいじゃん、マネージャーみたい、ふのたも可愛いよ、可愛い、うん、おらんよ、言うとあんまり、マジか、確かに、のんちゃんぐらいしかおらんかったよね、いや、ほんまに、もう今、おったじゃん、今まで、うん、1おって、うん、今ゼロ、今なんか、うん、のんちゃんの可愛いって言ってくれるのってさ、うん、なんか、え、可愛いほのたんとかだったじゃん、うん、もうほんまに、ほんまに可愛い、なんかおらんのよ、そういう人は、2枚連続で、わかった、じゃあ、あ、見やすくなったね、じゃあ、ちょっと隠そう、もうぐらいで、はい、ニコライさん、どうもありがとうございます、ありがとう、懐かしい、そして、えー、懐かしい、紙芝居みたいな、いや、こっち、あ、じゃん、セミさん、ありがとうございます、あ、アイドルみたい、それの懐かしい、いいですか、読めない、あ、紫さん、あ、あるさんのなんちゃん、うん、知っとる、うん、あ、はい、思い出す、思い出す、フラッシュバック、フラッシュバックちょっとじゃ歌詞みたいにさ言われるよ、あの名前だけでもいいよ、一枚一枚、分かった、あれだった、なんかさ、もういっぱいおるの、いや、ほんまに懐かしいね、確かになんかフラッシュバックって言ったらなんかトラウマみたいな言い方するよ、フラッシュバックみたいなトラウマみたいな言い方するじゃん、それじゃないよね、いい方のね、フラッシュバックね、フラッシュバックありがとう、帰ってくれて、うん、うん、オッケー、青しさんありがとうございます、はい、はい、のんちゃん来ました、もうこれ2秒3秒止まるので、みんな頑張ってスクショ、ほんとにありがとうね、すごい、ほんまにいっぱい来とるね、もうそんだけあるんだ、人気がのんちゃんに、いや、そうかんかな、いや、ちょっとそこはそうなんかな、そうなんかな、すごいめっちゃ見てきたやん、こっち、そうなんよ、まだいけるよ、元気ね、元気よ、もちろん、もちろん、いけるいける、あ、2人で活動する、この中で1人、売れる、2人分大丈夫そう、うん、大丈夫そう、あの今 ST におるけど、うん、2人で、ね、もう全部名前ほののか、あ、ほののかで、例えばなんか、うん、イベントとか仕事の時も、うん、ほののかみたいな、石田地方、石田みなみ、ほののかみたいな、いいね、やったろう、2人で1人、そう、2人で1つの、ありがとうございます。ありがとうございます。2、3、多分スクショしたよこれは。よっしゃ。いい感じ。オッケー。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、ほんまに。あの藤城さんは私のファンの方ですね。ありがとうございます。来た一人も。炎の顔すだった。向かい1。いいよ、ほんまに。ほんまにね。確かそういうファンの人もね、みんな協力するやん、ライブとか出る時も公演とか、うん、なんか立ち位置も2人分自分ね、なんか4バサで絶対よくない、いいね、
さんはありがとうございます。あ、じゃあ見せるよ。おー、久しぶりすぎて、やっほー、すごいメンバー見てくれたら嬉しいね、うん、やっぱみんな気になったんだ。え、コメントしてよ、みんなね、ありがとうなんですよ。そう、メンバーとも会ってないかなよね。あ、でもまひちゃんと会った。そうだね、はい。そうよ、キラキラしてる。すみません、本物、本物だったら手やってください。すごい、え、あ、まだおるよ、もう、もちろんめちゃくちゃ、ちあ、ツイッターね、フォローしてくれてね、うん、リップとかくれるよ、雪が降ってとか。マジか、先生、いや、先生が師匠さんですね。嬉しい、すっごい人、すっごい人、すっごい大好き、え、大好き、変わらず変わらず教えてくれてますよ。いい方よ。でもほんまか分からんけんね、違ったらなんか違う人に言っとうかもしれない。あー、のんちゃんの話とかですかね、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。名前だけ書いてあげて、じゃあカタカナでもサインでも。もう本当にごめん、もう本当によかった。どうする、今日から毎日毎日のんちゃんなんか出たいって言って。嬉しいんじゃない？嬉しいんじゃない？嬉しくね。あー、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ありがとうございます。やっぱ懐かしいファンの人の名前とかいっぱいある？やっぱ、あ、めっちゃある、めっちゃある。めっちゃあるよ。あ、ブラッキーさんは炎の顔しだ。ありがとうございます。あ、炎の顔しの夢。違う方かも。いや、でも別にアイドルとかじゃない一般の方なんです。一般っていうか、だから別になんか赤く出てるとかない。そうそう、かもしれない。普通にね、一般で。そう、お世話になってる方っていうか、うん、だから大丈夫。でも絶対そうだと思う、キラキラしとるって。うん、あれはね、先生にしか言えん。言うね、絶対そう。ちょっと大人っぽくなった？うん、嬉しい。リトル？うん、大人っぽくなったかな。嬉しい。え、でもさ、前ののんちゃん別に知らんけさ、うん、学校でも大人っぽくなったとかないもんね。ないない。私が切った、どう？おはよう。書きますね、一緒に。じゃあ、はい、ブレキーさん、ありがとう。でもね、こうやって嬉しいよね。でもの、あのタワー投げたらのんちゃんがサイン書きますって言ってるわけじゃないので、そう書いて、なんかそう書いてるけど、私もじゃあ書きますね。よかったね、これって。よかった。半年ぶりぐらいの、うん、うん、ありがとうございます。パンダ、パンダ、優しい世界ね。めっちゃ美味しいフルーツが、なんか良かった。何も変わらない私たち。何も、炎がね、変わらない。じゃあ最初に作ってあげてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。イエイ、イエイ、キレイ。女の子居心地いいわ、居心地いい、うん、違うかもね。え、違うか。え、どうなんかね。でも絶対そうだと思うけど。え、だから、え、言いそうじゃない。言うかな、なんか言いそうじゃない。確か、まあ言ってる姿は想像できる。分かるかな。ありがとうございます。いつでも来て。おきちゃんとか結構気軽に来るんよ。そうなん、ピンポンって。うん、あ、ありがとう、本当にみんな
ありがとうございます。そう、うん、一つのゲハさん、またもう一本ありがとうございます。ありがとうございます。みんなありがとう、お祝い。こたつ熱い、うん、飲み物飲みたい、あのミルクってやる、ありがとういますよ、嬉しい。ミルクティーもあるし、あ、うん、あとのんちゃんが飲めないようなものばっかり。うん、面白い。かも、もうただのお水だったらあっちにもある。あ、これ何？どれ？あ、炭酸水じゃん。お水にするね。あ、こっちにあるけ。開けてないペットボトルが。あ、ほんまじゃ。それ一本もらい？マジ？あ、いいよ全然。ありがとう。のんちゃんと、のんちゃんと居酒屋行ってる。居酒屋行ったことあるっけ？ないよね。ない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 。ないないない。でもなんちゃん食べるものはね、もうおつまみが好きだから、ね、そうなんですよ。今も変わらん、うん、だから今も変わらん、今も変わらんかな。ずっと食べとったよね、割くし。うん、なんだっけ、あめっちゃ飲むじゃん、タコのやつとか。タコワサ、タコワサ、うん、そう、そういうタコワサ、タコワサ、まあ、あれはマジで美味しい。うん、なんかコンビニとか行って、うん、見たらのんちゃんって感じ。だってさ、その移動中もずっと食べとったもんね。うん、卒業してどれくらいだっけ、どれくらいだっけ、8月、今1月、2、あ、4、あ、半年ぐらいで卒業して、半年ぐらいだ、ちょっと半年ぐらい。もうなんか、すごいな。もう8時21分だよ。そうだね、結構やりました。じゃあ、いや時の流れは早い、うん、もうありがとう、で出てくれてっていうか普通に、うん、よかった。でもなんかのんちゃんがなんだっけ、あ、ファンの人元気かなみたいな、うん、言っとったっけ。そうなんよ、みんな来ましたか、多分大丈夫。え、見える、これ見えるよ。あ、そういうことか。8、え、いや違うの、8時前とかじゃなかったよね。いますよ、待って、これ映ってる、タオル、やだー。家庭的な。そうですって感じです。じゃあ終わるね、感じかな。そうだって会ったのも久しぶりだから、でも本当に、ね、よかった、久しぶりにファンの方と、あ、なんか話せてよかったです。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。じゃあ今日はでもなんかね、このなんだっけ、あのランキングをいつも読んでるんですけど、のんちゃんのファンの方とかねめっちゃいらっしゃるので、うん、のんちゃん の, あのルームみたいな感じになっちゃうので、うん、ランキングはじゃ読まずに終わります。じゃあバイバ イ, バ イ, バイ、ありがとうございました。ありがとうございました。今度、ありがとうございました。本当にのんちゃん元気でした。はい、あ、そうそう、元気ってこと、そうそう、そうそう、元気ってこと、変わらず元気だよっていうことがまあ伝えれたらよかったかな。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。